切ります。はい、そして今日来てもらうのはこの人です。野口さんです。いいですね、おしゃれです今日も。そうですね、かっこいいな。今日はいかがなさいますか。髪伸ばしたいんで。伸ばしたじゃあ取り上げでしょう。いや、髪伸ばしたいって人の話全然聞いてない。バイクはカブです。カブで言う、そうじゃないですか。ハレーダビッドソンですね。ハレーダビッドソンの何乗ってるんですか。ツインカブです。嘘じゃないですか。嘘しかつかない。ショベルヘッド。ショベルヘッド乗ってるんですか。何年ぐらい乗ってるんですか。10年ですね。同い年のハーレー、あ、同い年なんでしたっけ。そうですね、そういうのいいっすね。1000人もうすぐなんで、なんかしたいんですけど。ブーツ作ったりしょ。ブーツ作る、なんてハードル上げるんですか。過去の経験を生かして。いや、クソ大変ですよ。手作りでレッドイングを作る。もうレッドイングじゃないじゃないですか。すごいっすよね、会話なしって。よく発明しました。でもイギリスにやったらしいですよ。あ、そうなんですか。それをパクった。へえ。イギリス会話なしとかあるんですか。あるんだよ、リップループとサイレントループがあって。へえ。最近はそのサイレントループの方が人気だね。そうなんですね。でそこからちゃんとリサーチしまして、ただ病気合いとかカロリアだとかってのが現状です。すげえ。で徐々に広まり、そう、もうテレビでも有名な陰キャ界のカリスマ。陰キャ界のカリスマ。あれで来てすげえ喋る人やっぱいるんだね。会話なしなのに。そうそう、基本こっちから話さないから。はいはいはい、黙ってると。ここの店って、いや、喋って大丈夫ですか。喋って大丈夫ですか。喋って大丈夫ですか。セットしてもらいます。いかんしパーマかかりましたね。いや、パーマかけてないんですけど。パーマかけてないんですけど、こう見てください、癖毛で。パーマじゃないんだけどな。本当ですね、クリンクリンだ。ありがとうございます。ました。変わってないっすね。変わんない、変わり映えなし。ないんですよ、変わってないんですよ。ほら、でもちょっと軽くなった感じがする。これすごい天然パーマ。こんな感じ。はい、ありがとうございました。帰ります。はい、帰ります。はい。